北海道帯広三条高等学校は、北海道帯広市にある公立の高等学校。現在は6学級を有し、1学級40名程度。文部領土の興付を目指している。新生高校発足時、高等女学校の歴史を持つ登校と、旧生中学の歴史を持ち当時隣接していた、現在の北海道帯広白陽高等学校とで、生徒の一部を互いに交換した。 毎年開かれる三ヶ島戦は両校の生徒だけで開かれる体育大会である。夏に開かれる三上祭では縦割りのチームごとでグラウンドに立てた鉄骨に装飾を施したアーチをシンボルに街を練り歩く仮装パレード、中世祭り、文化祭、体育祭が行われる。高い学力を身につけた知性ある人間を育成する。 健全な判断力を備えた自律的な人間を育成する。心身ともに健康で明朗な人間を育成する。チャレンジ、クリエーション、コミュニケーションの頭文字 C を取った投稿独自のキャリア教育である。C プロと略されることが多い。生徒の進路決定の補助の役目を担っており、投校の重要な教育活動の一つである。 外部からの講師や卒業生を招いて講演を開いたり様々な資料などを利用して生徒のより適切な進路選択を助けている。投校は単位制で自分の目標に合わせて科目を選択できる。音大などを目指すための科目も設置されている。一年次では芸術科目、美術、書道、音楽しか選択科目がないが二年次からは格段にその量が増える。 原稿の効果は1953年11月25日に制定されている。作詞は国文学者の風巻啓二郎。作曲は筒井秀武投稿には応援歌が2つ存在する。多くの部活動が盛んに活動していて、全道大会、全国大会への出場を果たしている。投稿において部活動は校訓である文武両道の部を担っているため、 ほとんどの生徒が部活に加入している。ありがとうございます。